こんばんは、若松のチャンネルでございます。今日は久しぶりだね、箱根へ、来ております。毎度箱根来るとね、この空気の良さすごいね。空気がこんなに美味しいんだっていうのはもう本当にね、箱根来るたびに実感しますね。またね、桜もね、咲き始めて、あと1週間ぐらいでね、なんか満開になりそうですかね。まあもちろん箱根はね、まあね、この、私のところの大平台はずっと手前の方なんですけど、ね、もっとずっと奥の方の仙石原とか元箱根とか、まあ、そっちの方行くとね、やっぱりまた気候が若干変わるので、桜の咲くタイミングも少々違ってくると思いますけれども、まあいずれにしてもこの、来るとね、なんていうのかな、この旅館の部屋から見る山並みですね。この山並みがなんかね、程よい距離感があってね、いやーなんか気分がいいですよね。それとね、やっぱりあのずっとね、相模湾が見えて房総半島が見えるという、まあね、絶妙なロケーションでございます。まあ、今日もね、カフェのお客さんが本当になんか朝からたくさん、いらっしゃいました。本当にいろんなとこからね、わざわざ、訪ねてきていただいてありがたく思っております。まあ、私が着いたのはと、そうですね、午後の何時くらいかな、1時くらいだったかな、1時か1時半くらいだったかな。まあ途中ね、東名が、そうですね、あの横浜町田のあたり、あの辺がずっとね混んでましたですけど、あとはまあ順調に、そんなにね、渋滞もなく、箱根たどり着きました。しばらくぶりでね、今日は箱根で、泊まりでございます。明日またね、いろいろと、まあせっかくね箱根来たからね、箱根神社へまた行きたいなと思ったりするけども、まあ明日の、お天気とかね、そのあと仕事の具合でどうなるか分かりませんですけれども、ぜひね皆さん、あの箱根お越しいただきたくお待ちしております。まあ気分転換にはね最高でございますので、やっぱり気分転換して、体調、体のエネルギーをねたくさん、蓄えていただければ嬉しく思います。ありがとうございます。